新しく始まりました、シンディのハッピートーク。皆様よろしくお願いいたします。この番組はいろいろなゲストをお迎えして、インタビューでお届けする番組です。第1回目の今日は、実は台湾を訪ねております。台湾にいらっしゃるリンウェイさん、弁護士でもありますけれども、リンウェイさんをお迎えして、インタビューをお届けいたします。リンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。は皆い、さん、こんにちは。台湾人の弁護士のリー・リンウェイと申します。はい、ありがとうございます。では、リーさん、最後に自己紹介をしていただいて、台湾でどんなお仕事をしているかをお話しいただくということで、お願いいたします。ありがとうございます。自分は、1990年生まれ、平成2年ということなんですね。で、今、弁護士事務所を開いています。今、こちらは自分の弁護士事務所なんですね。ちょっと昼休みの時間なんですけど、みんな一人もいないんですが、自分は桃園、桃園、台北のすぐ隣の空港がある千葉みたいな、なんか地理の位置は、なんか、桃園という都市に生まれたんで、その後は、ずっと桃園に住んでて、7年間台北に進学に行ったんですけど、その後は半年間日本の東京の23区ではないところ、高尾山に近くての国際寮に住んでいて交換留学していましたが、今戻ってきて自分の弁護士事務所を開いています。自分の事務所はジェンダー平等のなんかゴールで作った事務所なので、自分はトランスジェンダーなんですから、その台湾は多分今唯一公開しているトランスジェンダーの弁護士なんです。で、女性の権利や男女平等、あとトランス権利、LGBT の権利、今日本もめちゃくちゃテーマになっていますね。で、台湾はもともと、2019年、1990、80何年からずっと運動していたんですけど、2019年の時は、その同性婚ができた後も、いじめとかいろいろまだありまして、職場のパワハラとかという問題も、それを自分、今、事務所を主にやっている仕事なのです。あと、家庭裁判、その離婚や DV、のもやっていますので、今もう一つの会社は持っていますが、そういう案件が終わった後の人の応援するために、企業サポートの企業なんです。例えばね、DV を受けて、自分は今離婚訴訟も、勝ちましたけど、子供もそのまま自分の親権もらったんですけど、例えば10年間、5年間、ずっと専業主婦だったんですが、今も、ちっちゃい子が連れてて、そのまま職場に戻るのはめっちゃ難しいっていうのも、そういう状態にも、日本も同じと思いますが、台湾もそういう状態なんですね。こういう人と LGBTQ の人も、そういう社会的に、伝統的な、職場は向いてない、ちょっと向いてない人の応援するために作った会社なんです。自分の力で起業して、自分も SNS の、プラットフォームを使って自分のブランディングもできて、自分の会社とかフリーレンスっていうこともできるなら、給料はもらってないですけど、一応お金はもらえるっていうことになったらと思っています。で、今この二つの仕事をやっています。で、自分は英語も日本語もしゃべれますので、将来も日本まで企業、今やっている企業を拡大したいと思いますので、今日の機会が、なんか、シンリーさんが誘ってくれて、本当にありがたいと思います。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。本当にぜひそうしていただきたいし、私たちもお力添えしていきたいと思います。ありがとうございます。では、自己紹介終わりましたので、そうですね、今日はですね、2つについてお聞きしたいと思っております。前半は教育ですね。台湾はとても人気があります、日本で。で、留学先というところで、高校生たちが目指す地域でもあります。
で、D さんも日本にね、交換留学で行かれたっていうお話なんですが、台湾の、教育状況っていうんですかね、情報とか、また台湾からたくさんの方が留学ということを考えておりますので、いらっしゃると思いますので、それも全部含めてね、お話か聞かせていただければと思います。どうでしょうかね、台湾。教育、意外とこう、台北大学はとてもね、レベルが高く、たくさんの方が目指してらっしゃると思うんですが、それ以外にもたくさん大学があります。で、台湾の子どもたち、もう本当に毎日毎日一生懸命勉強している情報が日本にも流れてきますけど、どうでしょうかね、リーさんは自分もここで育って、今また改めて教育っていうのを見てみるとどうでしょうか。ジェンダーも含めてぜひお話ししていそうですね。台湾の教育の環境は日本のは、短期間の交換留学だったんですが、そんなに詳しくは知らないですけど、ちょっと似たような感じをします。で、日本で交換留学してるときは自分もまだ、卒業してないですけど、その時は大学生ではなく、院生でしたんですよ。で、その時は、台湾の交換留学のプログラムは、法学部のプログラムしかないんですから、そのまま法学部に入っちゃったんですよ。だから26歳なのに、あの時ね、26歳なのに、周りは全てみんな18歳、20歳の、友達だったんですね。で、大学もう一回入ったなって、なんか感じだったんですよ。すごく青春的な感じでした。多分今から見ても、今もう33歳ですので、人生一番楽しかったっていう時期かもしれません。今から見てもね。で、なぜなら、その時は自分も院生なので、そんなに単位取らなくても大丈夫ですから、そのまま、学生ビザで、ある程度単位を取らなきゃならないですから、そのまま、なんか、必修な単位を取って、それ以外には全部、寮の友達、どこかの遊園地とか行ったりして、めちゃくちゃ楽しんでたんですよ。あと、スキーも初めて、人生初めて行ったんですね。そういう感じだったんですね。だから、交換留学って、大体こういう感じなんです。で、主に学びに行ったという、そのなんか、学校の授業の学びに行ったものではなく、逆にその文化、そのカジュアルの、なんか、味わるために行ったっていう感じなんです。だから、台湾の、この学校、めちゃくちゃ、なんか、競争力が高いっていう、なんかの考えは、ちょっと、なんか外して、台湾という国、この都市、例えば台北とか、あと、高雄になんか、日本の皆さんの、なんか魅力的なところ、台南も、なんか、食べ物も美味しいし、台湾にもめちゃくちゃみんな大好きな都市ですので、台南のある大学に行って、台南の雰囲気を味わいたいっていう感じなら、こういうのを、交換留学しに来た方がいいかもしれません。短期間ですから、例えば1年の留学で、そのままなんか台湾の、例えば自分法学部ですから、台湾の法律体系、どれぐらいなんか学んでも、そんなに詳しくはならないと思います。だから、むしろこういうなんか、なんか台湾人のこういう性格とか、台湾ってちょっとだけバイトしたい。っていう感じだったら、自分も日本で居酒屋のバイトをやっていましたので、こういう目的だったら一番いいと思います。あと、交換留学じゃなくて、私費の留学生になりたい人、こういう人だったら、めちゃくちゃその学校の要素が考えなきゃならないです。例えば、自分台湾大学卒業ですから、台湾大学はめちゃくちゃ総合的な学校なんですけど、新竹にある2つめちゃくちゃ理系が強い大学もあって、例えば理系になんか進みたい。また例えば日本に戻ってきて、理科のなんか IT 系の仕事をやりたい人だったら、こういう学校の考え、いろいろのなんか、喋れることはなると思います。
で、逆に、台湾に、例えば、就職したい人だったら、交換留学だと、ちょっとだけ役に立つかもしれませんけど、私費だったら、主にみんな、こういう、将来のプランはこういう感じですので、自分も何人か今、台湾に住んでいる日本人の友達がいるんですから、もともと18歳の時、台湾に住みたい。このまま台湾に移民したいっていう人だったら、台湾の大学をまず選んで、4年間はちょっと試しにね、台湾に住んでて、台湾の友達も作って、台湾の職場の文化をちょっとだけ聞いて、その後は台湾そのまま住む。そのまま、就活をやる、就職するっていう感じだったらいいと思います。で、これで質問の答えになるかな。ありがとうございます。すごい十分なってます。ありがとうございます。とてもね、皆さん参考になったかなと思います。じゃあ後半に入りましたけれども、リーさん、私は沖縄出身で、ラジオも沖縄から配信していきますけれども、沖縄は今本当に観光客がありがたいこと多くて、自動車ですね、バスとか車とかタクシー、その事情がとても大変なんですね、過密で。で、まだ決定ではないと思うんですが、MRT ですか、計画があるので、台湾はね、MRT、すごく充実してますし、ちょっと先聞いたら、桃園も今、その MRT、工事中だということですので、そのあたりも教えていただければと思います。いかがでしょうか。はい。そうですね。ちょうど今、桃園にはめちゃくちゃ、前はすごくでかい鉄道があったんで、今は普通に車の道路になりますが、この道路は今、緑線の MRT になりますので、いくつかの工程はあって、今めっちゃ交通の大混乱期なんですよ。もうやっているんですって、言っていますか。みんな、例えば普通は20分くらい経ったっていう、車の時間は今30分くらいになったとか、そういう、やってるんですよ。台北も前、MRT 作ってる時はそういう感じだったんです。できた後はめちゃくちゃ便利なんですけど、作ってる時は一番大変。で、自分はもう高校生っていうか、2006年、2007年の時、もう桃園の市政府から、桃園はこれから MRT の作るのを検討しますよって、言いましたが、ようやく最近ってもう3、4年間ずっとやっているんで、工程だけで10年くらいかかるって、みんな、技で言っているんですので。けどね、やっぱり台湾も日本も今少子化だし、自分で車を運転するとか、バスに乗るとか、めちゃくちゃ交通、特に混むときは、めちゃくちゃここからどこまで行くのには、どれくらいかかるのもわからないじゃないですか。すごく不便なんです。で、MRT ができたら、みんな期待していますよ。で、だから、こういう交通政策は、今、台湾にみんなすごく、いい目に、よく見ていますので。今の不便は、我慢しなきゃならないっていう感じなんですね。あと、桃園は、今、緑線だけやっているんですが、その後にも、いろいろな、違う、色の路線、も作りますから、今、桃園は一応 MRT あるんですよ。もうすでにやっている MRT なんですけど、台北駅から発桃園空港までの MRT なんですから、空港はめちゃくちゃ桃園の都心から離れてるんじゃないですか。で、桃園人は一切使わないです。そうですね。台北の友達が、リーさん、会いたいです。MRT 乗って会いましょうって、本当に、その MRT は会えないですよ。むしろ、その逆に台北まで行った方が、時間は、そんなにかからないかもしれません。
ていう感じなんですね。だから、その、デザイン、その路線のデザインと工程のどのくらいかかるのは、その、間の交通の影響とか、それは多分政府が考えなきゃならないと思いますね。桃園市政府は今、その、さっき言ったように、その、めっちゃ一番でかい道路なんですが、今、なんか、代わりの道路、いくつか作って、その、なんか、交通を渋滞しないように頑張ってるんですけど、まあ、頑張ってても今の状態になっていますが、それはしなかったら、どれぐらい、なんか、ひどくなっちゃうのはわからないですね。だから、沖縄も、すいません、行ったことはないですから、よく、なんか、例えば、今日もなんか一人の台湾人の友達が沖縄に旅行に行ってるし、その、すごい、なんか、交通にはみんなよく行ってるところなんですね。台湾からもすごく近いし、飛行機は40分くらいかな。おお、近いですね。台湾の台北から高雄までの飛行機より早いかもしれません。で、こういう交通の向上をするためには、その、みんな、住民の権利のもあるし、観光の向上するためにもありが、あるんです、と思いますから。それぐらいにその今工事をやっている桃園の MRT は工事が完了する予定はい、すいません。ですか？工事はいつ頃完了、終わる予定なんですか？今工事中ですよね。今は、みどり線は、あと、また、3、4年くらいか。3、4年ぐらい。なんか、すべての工程は、だいたい、もうすぐ10年くらいかかるって、みんな言ってるんですか。あ、政府からの、なんか、広告は、いつも、なんか、本当の時間よりは、ちょっと短いになってるかもしれませんので、みんなはちょっとなんか政府の広告も見てるし、民間のレポートも見てるんですから、ニュースはこういう感じでなってるんです。ありがとうございます。そうですね、最初に、自己紹介の時にジェンダーのお話をされてたんですが、今、日本、もちろん沖縄でも、ジェンダー平等であったりとか、すごくこう、取り組みが広がっているんですね。台湾はもう本当に、同性同士の結婚も許可されていますよね。ちょっとそうまであ、すね。MRT とはちょっと離れる話題になるんですが、これから日本もだんだん取り組みも広がって、いつになるか分かりませんけれども、同性愛の結婚とか戸籍とか認められるようになるんじゃないかなと思うんですけれども、なる台湾と思いますよ。ね、みんな希望してらっしゃる、希望もして、それぞれ動いていらっしゃるんですが、どうでしょうかね、台湾だと、どのぐらいの取り組みが今されて。もともと台湾は1986年、一人目の人は、なんか、市役所、台湾は戸籍に、書に、なんか、無理やり翻訳したらね、その戸籍上になんか行って、なんか、同性愛者なんです、結婚したいです、認めてくださいっていう、なんか、のを始めていたんですよ。その後は30年ぐらいの運動がやって、結局、2019年の時は同性婚はできたんですよ。で、日本はものすごい今、なんか、裁判所に行ってるんじゃないですか。すごく、その、東京の地方裁判所も、先週かな ?2 週間前は、判決が出て、札幌高等裁判所も先週、同じ日かな判決が出てきて、すべては、なんか、結婚の平等を違反した、今の日本の法律は憲法違反なんですっていう、なんか裁判所はめちゃくちゃ、その、ポジティブな態度で、こういう議題を見てるんですね。それは、日本からの友達、なんか、ジェンダー平等の運動をやっていますので、日本との連携もよくやっていますから、トランスマーチの関連イベントも台湾でやっていますし、そういう、ニュースとか情報共有もやっていますので、あの時は、その、台湾と比べて日本の方が良かったのは、LGBT で
同性愛者とバイセクシャル、両性愛者とトランスジェンダー、みんな含めてるんじゃないですか。台湾はよく同性愛者、同性愛者、同性婚っていうことを言ってるんですけど、その時はね。日本の今の社会運動だと、婚姻の平等は全ての日本人に、人に。だから、Marriage for All Japan で、すごい、なんかみんなの婚姻平等。で、同性愛者ではなくて、トランスジェンダーの異性愛者でも今結婚できないじゃないですか。で、こういうのも今訴訟になっています。それは台湾見たことはないものなんです。で、だから、ちょっとなんかよくみんな台湾がなんかジェンダーに対してすごく進んでる国だと言っていますので、むしろみんな別々の長女も、なんか自分はまだやっていないところも交流したら、なんか、よくわかっていますし、これからも自分は一応日本語を喋れるんですから、元日本のアクトビスト、あと企業主とか、今企業の中でどういう政策、例えばセクハラ禁止の政策、防止政策とかやっていますかっていうものをみんな交流しなきゃなんかわからないですね。で、これからも期待していますので。では、最後の、時間を使って、リーさんが日本でもぜひ活躍したい、いろんなお仕事があると思うんですけれども、ぜひアピールをしていただきたいと思います。どうぞお願いいたします。そうですね。実はこの今やっているその企業サポートの企業のなんか初めて考えたきっかけはその時は日本からの資金もらって日本2週間の研修をしましたんです。で、その時は日本はやっぱりその自分短期間の交換留学ですからそのみんなは一年に入学して、二年に TOEIC の試験を受けて、三年は就活して、四年の時はもう内定っていう感じなのですので、自分で起業するっていう考えはあんまり社会的にはありませんのね。で、台湾の人だったら、自分は今の、その、ボスは嫌いだ、そのボスを首して自分は起業主になりますっていう感じはあるんですね。それでも、職場に向いてない人に応援しなきゃならないっていう、意識をして、自分の今の、会社を作ったんです。だったら、こういう概念は日本でもやったらと思っています。で、若者は、職場に向いてない。今、日本の、なんか、大企業に向いてないっていう人だったらどうする？移民しちゃうんですよ。寮に住んでた時の、その時の友達は今カナダの、なんか国籍取ったりして、それも元々少子化なのに、若者は移民しちゃったら、日本国として本当にやばい目になるんですよ。で、自分は自分の企業を出すっていう考えができたらと思います。あと、地方創生も、大都市に集中してる若者は、自分の地元に戻らなきゃならないじゃないですか。戻れない理由は、なんか、仕事がないですので。って思ったら、自分で起業したらと思ってる。それは、サポートは一番必要なのです。で、今はやりたいもの、なんか、まず、東京とか、大都市に行って、こういう、なんか、若者、今、自分の仕事はちょっと向いてないと思ってるけど、他の方法がない人だったら、一応相談に来て、いろいろ、なんか、会社の登記はこういうことはできるんですよ、簡単に、そういう感じだったら、これも自分でできるな、っていう意識はみんなに広げたいと思います。こういう会社なんです。本当にみんなからの応援がもらえたらと思います。はい、あありりががとうごとうざいまごす。ざいます。はい、本当に力強いアピールありがとうございます。絶対にたくさん問い合わせが来て、いろんな形でまた日本にも頻繁に来れるようになるかなと思いますので、ぜひ日本にもお越しください。私も何度も台湾を訪ねたいと思っております。はい、あそうりでがすとうか。ございました。今日第1回目の、ゲストは、リー・リムエさん、弁護士をされております、リー・リムエさんをお迎えしてインタビューさせていただきました。リーさん、本当に長い時間ありがとうございました。また、あ2りが回とう目ございまのインタビューやります。しょうね。
ははい、い。ありがとうございました。ありがとうございましはた。い。